やこれは普通ノーマルタイヤだったら事故を切るぜ。大阪方面へ走行中の方に渋滞の情報です。午前9時40分ごろこの先の伊吹パーキングエリア付近399キロポストで乗用車による事故があり、この影響で現場を先頭に3キロほど渋滞しています。次に交通集中による渋滞の情報です。この先の